こんにちは金沢在住の山達ですジョージア州公聴会で出た決定的証拠ありえない票の動きということで先ほどの動画の続きを皆さんにお届けしたいと思いますはいで最初にまず謝罪会見です私山達はチャンネル登録者数を増やすためにドミニオンを使用していたことを謝罪いたします大変申し訳ありませんでした私はさまざまな言論人の方々のチャンネル登録者数をドミニオンを使用することによりチャンネル登録者数を削除または私の登録者数に上乗せをしていました これからもガンガンやっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。えー、ということで、あの、なんか、コメントにですね、あの、5万人行ったあたりで、えー、使ってんじゃねっていう疑惑が上がってました。はい。えー、ちょっと、 意識はしてないです。もしかしたら使ってんのかもしれません。はい。えっ、ー、と、僕も、そうなんですが、あの、トラさんを応援してる人のね、えー、チャンネル登録者数って今ガンガン増えてると思いますので、えー、それに対してなんか減っているなんかね、えー、方のチャンネルもあるかと思いますので、えー、そこからスイッチされてるかもしれませんね。はい。えー、で、あの、ふざけた話は以上にしてですね、あの、最近から、つい最近からこのチャンネルをご覧いただいてる方はですね、あの、僕が、 使う単語ですよね。それ誰のこと言ってんのっていうものが多々出てくるかなっていうふうに思いますので、念のためですね、あの概要欄に僕がよく使う、えっ、ー、と、なんて言うでしょう。隠語特集っていうのを、えー、載せておきましたので、えー、そちらの方をご覧ください。ちょっとね、あの、いろいろやっぱり今、この動画の ねえー、使える単語っててて限られてきてるんです、ねえー、と中にはねこれ不思議なのがね僕使ったらダメになったりとかするんですけど、えー、そのままの名前使っても大丈夫な人もいるんですよねなんかもうこの辺り何なのっていうふうに思うんですが、えー、とりあえずあの面倒事が嫌なので、えー、僕はこんな感じであの動画を作っていきますのでその辺りご理解いただけたらっていうふうに思います。はい じゃあ、えっ、ー、と、最初にまずですね、あの、先ほど気づいたものを一つお届けしたいと思います。えっ、ー、と、これですね、ペンシルベニア州を訴えた連邦最高裁の裁判ですね。えっ、ー、と、トラサン陣営の提訴です。あの、ペンシルベニア州議員のものとは別物です。はい。えー、今日です。 これあの、現地時間12月30日、本日、ペンシルベニア州が反論を提出しました。反論期限は1月22日になっていたにもかかわらず、意外と早く出してきたんですね。これもしかしたら動くかもしれません。はい。えー、これ何があってこういう風になったのかがよくわからないんですが、とりあえずこんな感じで今、連邦最高裁の方が動いてます。昨日でしたっけ一昨日でしたっけえーと、 他のね、P さんのやつも動いてるし、えー、ペンシルベニア衆議院が出している連邦最高裁のものも動いてるしっていうことで、意外と今連邦最高裁の方のに動きがありそうな感じです。もちろん100、100%信用もできないですし、あんまり信頼も置けません、えー。ちなみにこの、えー、と、反論何書いてあるかっていうと、やっぱりその内容に反論しているんじゃなくて、もうこの裁判自体を取り上げるべきではありませんっていうものですね。まあ、それに、まあ、前回の動画でも言いましたけど、まあ、それが一つのね、正しい戦い方、 たた、戦い方って言ったら変かもしれませんが、まあ、内容で勝負したらね、あの、間違いなくトラさん陣営勝ちますので、えー、まあ、それが成功法なのかなというふうに思います。はい、どうなるかまだわかりませんが、早め早めにね、結論出るといいかなと。これでもしね、裁判所が蹴ろうもんなら、これトラさん陣営何言ってるかっいうと、あの、意見ですよねっていう話をしてますので、えー、これを蹴るとですね、その、確か他の、 裁判に関してジェナエリスさんが確か言ってたと思うウィスコンシン州ですかな、ね、で言ってた気がしますが、えー、最高裁がその違憲かどうかの判断から逃げたことになるっていう風になっているので、えー、最高裁側からしとしてもですねそれ言われている以上逃げることもできない状態かなっていう風に思うので、えー、何かいい動きになったらなっていう風に一応願望を持ってますはい では、えー、ジョージア州内の話に入っていきたいと思います。まず、署名確認の結果に関してですね、これは一つ注意喚起になるかなっていうふうに思います。えー、約1万5 0の封筒を無作為に選んで称号をするっていうのを今、 えっと、ウェイン軍でやってるんですね。えっ、ー、と、ジョージア州ですね、あの、最初に2軍で、えー、署名確認をするっていう発表をしました。で、その後に、えー、ジョージア州内全土でやるっていう話になったんですね。多分今全土でやってると思うんですが、とりあえず先行して進められていた2つのうちの1つが、えー、完了したっていう報道が昨日ありました。なんでだろうな、無作為、なんで無に色がついてないんだろうかっていうところは、まあ、あの、気にしないでください。多分何の意図もないと僕は思います。はい、きっと。はい。えー、とりあえず1、全部を確認するんじゃ なくて、その中からピックアップして照合するっていう話だったんですね。はい。で、えー、結果として2つの無効票を発見したと。 いうことなので、まあ、二つだけだったから、まあ、結論としては大規模な不具合は見つかりませんでしたよっていうふうに言ってるんですが、まあ、あの、到底信頼のおけるものではないんですね。で、これなぜ信頼のおけるものではないかというと、二つ理由があります。一つ目、実施しているのが GBI です。GBI というのは、えー、アメリカ全土を捜査する捜査局は FBI、フェデラルなので F が始まります。で、これは GBI というのはジョージア州の捜査局。 ジョージアの G とって GBI っていう風に言います。で、そこが担当してるのか温度を取ってるのか分からないんですが、とりあえず実施をしています。で、えー、この GBI 一つですね、今、あのー、何とも言えないところがありまして、あの、州知事の娘さんの彼氏さんが乗っていた車が、不良の事故でな、あのー、不良の事故起こしたの覚えてますかね、不良の事故ですよ。なんか、 あたかも爆発があったかのように見えますが、きっと不慮の事故です。はい。えー、アレン事件をですね、捜査していた捜査官が亡くなっているんですよね。で、この捜査官の一応亡くなった理由は、自ら命を絶ったということになっているんですが、果たしてそれって本当なんですかっていう疑問符が出てきますよね。で、えー、僕の今のなんとなく感じる ところとしてはやっぱりこの捜査官が1人も命を落としているわけなんですよね。でさらに言うと彼あの州知事の娘さんの彼氏さんね、この州知事がその署名確認をするべきっていう風にテレビ番組で一った翌日に亡くなってます、はい。っていう風に考えるとやっぱり何かしらの圧力があるっていう風に見るのが普通かなっていう風に思うんですよね。今僕の イメージ、いい感じとしては GBI はその米紙に銃口を当てられた状態で署名確認をさせられているみたいな感じなんですよね。で、これはあくまでも僕の憶測です。でももう確実にダメだっていうのが確認作業なんですよね、えー。こんな感じ。柵で仕切られていて、その向こう側でこれ署名確認してます。一生懸命。まあ近くても5メートルぐらい。遠いとね、これ30メートル、50メートルぐらい離れています。この手元を一体どのようにしてみればいいのか。 確認作業自体が果たして正しく行われているのかといったら、これに関しては全く信頼が置けないんですよね。なので、現在、ジョージア州内全域で進められていますが、立ち会いが許されていない以上、これから出てくる結果に信頼性は一切ないと思います。おそらく日本語メディアでも、この全く問題なかったっていう結果に関しては報じられると思いますが、 この実施方法に関する現実に関しては、報じないのが普通なんじゃねえかなっていうふうに思いますので、えー、そのあたりですね、日本メディ、日本語メディア等々で出てきたときも、見るときはこれを念頭に置いて見ていただけるといいかなというふうに思います。はい、えー。ではメインテーマいきたいと思います。上院委員会ですね。先ほど1本目の動画の続きです。今回まず紹介するのは3人の専門家の分析に関してです。この方々ですね、ジョージア州をさらに軍ごとの票の動きを調査しました。 結果、ありえない動き、まあ、票が減るっていう、えー、動きですね。それを発見したということですね。州全体では気づかないけど、要はあの、州全体の結果をポンポンポンって表示されても、リアルタイムで表示されても、どこかの軍が減っても、普通どこかの軍ってどんどん増えていくことしかないですよね。あの、合計票って積み重ねですから。で、その合計票が入ることによって、結局、州全体の結果を見ているだけでは気づかない。 ですが、えー、群ごとでデータを調査すると見つかるということですね。えー、ただね、あの、運悪いことにペンシルベニアでしたっけあれはもうリアルタイムでね、えー、ガンガンスイッチされてるところ見れ、見られちゃってますよね。はい。で、今回この皆さんが分析したのは、その、ジョージア州をさらに細かく群で分けて、で、さらに群もさらに地区ごとに分けて、表の動きを確認したということなんですね。 で、えー、あとはそもそものプロセスにも欠陥があるということを指摘しています。で、これ大前提として覚えておいてほしいんですが、州務長官室が承認した結果は、我々が示したありえない動きをしたものであるということです。今現在、ジョージア州の11月3日の大統領選挙の結果ですという形で、承認がされて、選挙人が投票をしたものっていうのは、この ありえない動きをしたものであるということです。はい。じゃあ、えーと、細かくいきたいと思います。まず1個目、プロセスに欠陥があるっていうところですね。プロセス全体の話をするとですね、まず、軍の中でもさらに細かく地区に分かれます。その地区一つ一つが、えー、一つ一つでその投票をするんですね。これ投票所です。で、一つ一つの投票所で、1枚のメモリーカード、また2枚以上かわかりませんがえ、とりあえずメモリーカードがあります。それを、 誰かが一つの中継地点に持っていくんですね。例えば一つの群内で15の投票所があったとしたら、まずその15の、えー、メモリーカードが一つのここに集められます。で、この集められた15枚っていうのが最終的なこのアップロードをするためのイングリッシュストリートっていうところにある施設に送られます。で、ここから、えー、アップロードされるんですね。で、D 機器を通してアップロードされて、で、えー、っと、サイトル社の ソフトウェアか何かを通して、州務長官室、そして CNN などのメディアに送られると、結果が送られるというわけです。はい。で、そもそもの欠陥というのは、ここ。ここ。この SD カードの輸送の立ち会い人っているんですかっていうところなんですね。これに関して州政府の回答はありません。例えば、一つの軍内で15の えー、地区があったとしましょう。その15の地区から出てくる15枚のメモリーカードは、果たしてすべて本当にそこから来てるものなんですかっていうことなんですね。で、さらに言うと、運んでる間に寄り道して、中身いじっていませんかとかね。なんかすり替えていませんかとかね。そういう疑問が生まれてくるんですが、これを確かめる方法はありません。なぜなら立ち会い人がいないから。はい。 で、えー、じゃあ、そもそもなんで SD カード使うのって言ったら、建前上、ネット接続不可能ですからね、えー、1本目の動画でね、できちゃいましたっていう話しましたが、えー、建前上、その一つ一つの投票所ではネット接続って不可能になっているんですね。で、えー、なので SD カードに全部データまとめて、それを持っていくっていうことです。はい で、えー、もう一回言いますが、この最終的に届くデータに関しては、ー務長官室に届いたものと同様のものを使用しているということなので、次のスライドからですね、その具体的な表の動き等々を皆さんにご紹介するんですが、それはー務長官室が持っているものと全く同じものから引っ張ってきているということです。はい。じゃあ、えっ、ー、と、まず1個目、これ、軍をですね、さらに細かく地区に分けて分析したものになります。例えばこれ、ウェイン軍っていう一つの軍の中で、えー、例えばこれ、 えー、VFW っていう、うんと、地区。で、えー、例えばこれは、まあ、マドレイ地区。みたいな感じで、えー、これ何表してるかというと、その一つ一つの地区で何、何パーセントの人がおじいちゃんに投票しているのかですね。おじいちゃんですよ。おじいちゃんに投票しているのかっていうのを並べて、それを少ない順からだんだん、えー、小から大に並べ替えたものですね。 で、そうすると、明らかに、軍の平均よりも、ズバ抜けて高いところが出てくるんですよね。これ全部そうですよ。これ、並べ替えてるので、右がでかくなって当たり前ですからね。で、えー、っと、例えばこのアウトダイヤーっていうのは、あの、統計上ありえないっていうような意味です。はい。で、これ、疑わしい。これお、えー、っと、普通じゃねえって意味ですね。はい。 なんで普通じゃない結果が出てきてたりとか、疑わしい結果が出てきたりとか、えー、統計上ありえない数字が出てきていたりとかしているわけなんですね。はい。えー、もちろんですね、これ、 ありえないとはいえ、可能性が例えば0.0001%ぐらいあるかもしれません。こういうことがあってもね。一つの軍内の中でどこか地区でまとまって、そのめちゃめちゃおじいちゃん支持してますみたいな人がいるかもしれませんが、え、こんなにもたくさんそれが起こるのでしょうかっていう話なんですよね。僕少なくとも今地球上に30年ぐらい生きてますけど、えっ、ー、と、多分地球上ではありえないんですよね。ちょっと宇宙規模で考えてね、こういうことがありえるのかもしれませんが、えー、 どうなんでしょうね。一応ここ地球ですので、まあ地球規模で考えるとこれありえないことなのかなというふうに思います。で、もう一回言いますけど、ここね、この地区一つ一つから運んで、運び込まれているこのメモリーカードが果たして正しいものなのかっていうところは検証の必要があるけど、検証のしようがないっていう、そういう感じです。はい。ということで、まず一つ目、軍内をさらに細かく分析すると、こういうふうにですね、その軍 の中で明らかかにおはい、続いてありえない動きをお,、えー、お見せするしたいと思います。で、今からお見せするものは、えー、表が消えてるパターンとスイッチされたパターンとが折り混ざってますので、えーと、出てくるものが全て消えたとか、全てスイッチされたっていうわけではないです。はい。じゃあ、いきます。えー、これ、左はですね、その時間帯ごとに表が増えたら、この、 半分よりも上。減ったらマイナスになってます。で、えっ、ー、と、これはですね、合計の値、合計の得票数ですね。で、えっ、ー、と、これ、合計というのは、どん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 積み重なっていくものですので、えー、これね、減るわけがないんですよ。うんと、地球上では減るわけがないです。ですか地球上では減るわけがないんですね。で、えー、これもですね、その得票数なんですが、地球上では、 得票数にマイナスが出ることっていうのはあり得ないんですね。で、それが起こってしまっているので、我々は果たして今これ地球で起きている内容を見させられているのかどうかって言われたら僕はわかんないです。はい。えー、っちカウンティーっていうですね、月かどこかにある、えー、軍の話をしてるのかもしれませんが、多分今これジョージア州の話してます。はい。僕の記憶が間違いなければ。はい。じゃあ行きます。まずどっちカウンティーなんですけど、ちょっとね、 えっと、最終着地点、この人たちが邪魔で見えないんですが、えっと、8270票まで途中で、え積み重なってたにも関わらず、どん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 減っていってですね、最終的に7008票取り消されて、この辺で多分、終着点いってます。なん、多分4000票ぐらいかな、合計で。得票は4000ぐらいに抑えられてしまっているんですね。で、次、えっと、パンタム群っていうところですね。ここもですね、えマイナスがありますよね。うーんと、これ何時だ 2020年11月4日の午後10時の段階で8182票あったのが、えー、っと、二時、4時間後ですね。4時間半後には減ってるんです。おそらくここですね。ここ。えー、っと、これ、こんな減ってるかっつ言ったらそうじゃなくて、うんと、えうーんと、これ、郵送投票で本来あった票がここで消されてます。で、 うんと、一応ね、そのカバーとして、当日投票した人の分が積み重ね、えっと、入れられてます。なんで、えっと、合計するとこれマイナス700ぐらいかなね。ねマイナス700ですよね、ここ。8182から7482なので、えー、え、マイナス700票されているということですね。はい。ま、なんで、これもありえない動きだということですね。で、次、えっと、ダグハーティーかな。ダグハーティー軍も、え <laughs> もうこれひどいよね、これ。これ何時だ 11月4日の夜中の2時半ですね。夜中の2時半には2189票あったのが、2時40分で6分後ですね。6分後には8699票に減ってます。で、えー、合計の動き、合計すると17650票を減らされてるということなんですね。 で、ちょっとどっちかのキーがね、この終着点見えなかったんで調べてないんですが、えー、ダグハーティーとパンタム群両方とも多く見ました。えっ、ー、と、教式のものはあの3票ぐらいずればありましたけど、8291と1447とかそんなもんだった気がしますが、まあ、ほぼ同じなので、これが、まあ、終、最終的な着地点だと思ってください。 なので、この17,650票減ってるっていうのもその通りだし、5,935票減ってるのもその通り。で、7,800票減ってるっていうのもその通りだと思います。で、これすべてがただ単に減らされたっていうだけじゃなくて、おじいちゃんの方にスイッチされたものも含まれてるんですね。なので、この辺がだいぶややこしいんですが、とりあえず言えるのは、地球上ではありえない動きっていうのがこのように起きてます。いいですか 現実として起きています。で、これは、このデータってどこから出てきたのって言ったら、先ほども言いましたが、州務長官室が、これが2020年21月3日に行われた大統領選挙、ジョージア州の結果ですっていうふうに、承認をして、アメリカの国会に送って、 1>, 1月6日にペンスさんが開くことになっているものの根拠になっているのがこのわけのわからない動きをしている結果なんですよ。やばくないですかいろいろと不具合はあったっていう話は皆さん知ってると思いますけど、いざこうやって表の動き見せられると、やばくないですかで、これを見てもまだ何、何人為的なミスとでも言いたいのかっていうふうに思うんですが、 いやいやいや、怒りすぎでしょ。だってたった3つの軍でこれですからね。ちょっとね、これでもまだ、いわゆる不正がなかったって言ってる奴らは、お前ら、ちょっととりあえず眼科行こうかと。で、脳神経外科、脳神経科のわかんないけど、なんか、視神経がちゃんと働いてるかどうか、一回確認した方がいいぞというふうに僕は思います。こんなふうに、えー、ありえない動きっていうのは、その軍を分析することによって出てきました。これが今回のジョージア州の選挙です。 はい。じゃあ最後に、あの、個人的にハッとしたことを皆さんにお伝えして終わりたいと思います。このピンクの服か着ている方がですね、あの、一本目の動画でもね、あの、確かあの人ピンクでしたっけ着ていた服。ちょっと覚えてねえや。えー、カーディガン着ていた方ですね。えー、このピンクの方もですね、僕がハッとしたことを一つ言ってまして、この方はですね、郵送投票の署名確認のずさんさに関して証言をした方なんですね。で、その証言の中で、署名確認をしているスタッフは、 選挙に関して絶大な権力を持ってるっていうふうにおっしゃってたんですね。で、あ、これ確かにっていうふうに思って、今回だってめちゃくちゃな署名でも全部通ってるんですよ。これって一えにその署名確認をしているスタッフの手によって、この人は OK、この人はダメっていうのをもうルール無用で決めてるっていうことなんですよね。全くルールに従っていない人が選挙の 表を持てる人持てない人を決めてるわけなので、その人って絶大な権力持ってますよね。ただの一般人ですよ。っていうふうに思って、ああ、これやっぱり署名確認っていう、その、フェイストゥーフェイスでできないものってやばいんだなっていうふうに思いました。はい。えー、ということで今回のこの公聴会っていうのは、あの、一本目の動画でも言いましたが、今まで、 されてきた公聴会の中で僕は一番良かったものかなというふうに思ってますし、これによってね、議会がもっと具体的な動きをしていくべきかなっていうふうに思いますし、州務長官そして州知事動かねえとさすがにダメでしょっていうふうに思いました。 はい。えー、ということで、日本には、えー、及んでですね、あの、ジョビジャ州の公聴会に関してお話をしてきました。えー、これ、全部言うとね、5時間30分ぐらいの長い動画なんですね。そのうちの3時間分ぐらいの中でもさらにピックアップをしていますので、まだまだたくさんありました。あの、ジュリアーニさんも実際出てきていますか僕、それも今回カットしてます。はい。えー、ということで、あの、まだ内容知りたいよっていう方はですね、えー、と、概要欄に見つけてたら貼ります。 はい。えー、概要欄に見つけられたら、あの、リンクを貼っておきますので、ご興味ある方はですね、ぜひご覧ください。えー、では、以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。